漫画巨人の星の星飛雄馬のように左足を高々と上げたダイナミックな投球フォームで人気を博した西本隆史投手。ドラフト外入団ながら通算165勝を挙げ、ピッチャーとして最多タイ記録となるゴールデングラブ賞を8回受賞するなど一時代を築いたレジェンドです。しかし、そのプロ野球人生は決して順風満帆といえるものではありませんでした。今回は孤高のエースと呼ばれた西本隆史投手のプロ野球人生を紹介していきます。反骨のエース。愛媛県松山市沖に浮かぶ午後島で生まれ育った西本投手。決して裕福とは言えない家庭環境の中で甲子園で活躍した8歳年上の兄、秋和氏は急遽大学進学を取りやめ、広島カープに入団し家計を支えていました。西本投手は地元の松山商業高校へと進学し、甲子園出場は叶わなかったもののエースとして活躍。1974年にドラフト外で読売ジャイアンツへと入団しました。実は明治大学への進学が決まりかけており、ドラフト外という低い評価に裏切られたという怒りもあった西本投手。しかし周囲からの勧めもあり、プロ入りを決断したのです。西本投手は反骨精神にあふれた性格で、入団当初は同期でドラフト1位だった佐田岡昌司投手を強烈にライバル視していました。ライバルに打ち勝つために電車に乗りながらつま先立ちをしたり、一本歯の下駄を履いたりして筋力を鍛え、並外れた練習量をこなします。ストイックな姿勢が実を結び、入団3年目の1977年には8勝を挙げ1軍に定着。2軍暮らしが続いていた佐田岡投手に大きな差をつけたのです。すると今度は1979年に入団してきた一つ年上の怪物、江川卓投手をライバルに認定。江川投手が登板する際には、打たれろ、負けろ、と念じ続け、自らは猛練習に明け暮れます。西本投手は、後に江川投手についてこのように語っています。江川さんというのは、僕にとってガソリンだった。僕という車はガソリンがあるから走れた。ライバルの存在こそが自身の原動力だったのです。当時の長嶋茂雄監督が、このシュートは天下一品のシュートだ、これだけで勝てる、と絶賛した変化球を武器に、1980年から1985年まで6年連続で2桁勝利を挙げるなど、江川投手と共に巨人の日本柱として君臨した西本投手。特に1981年の活躍は目を見張るものがあり、沢村賞と日本シリーズ MVP を受賞しています。実はこの年、キャンプで留守にしていた間に自宅でガス爆発が発生。夫人が重傷を負ってしまうという事故がありました。この事故の対応に追われた西本投手は十分な調整ができずに開幕を迎えます。そのため開幕投手は江川投手が有力視されていました。しかし、当時の藤田元司監督は、西本投手が逆境に強い性格であることを見抜いており、あえて開幕投手に指名したのです。藤田監督の期待に応えた西本投手は、見事開幕戦に勝利しました。そして、ウイニングボールを持って病院に向かい、病床の夫人に開幕勝利の報告をしたのです。西本投手は、その後も勝利を積み重ね、1981年は18勝12敗、防御率 2.58 という成績で巨人の優勝に貢献しました。また、西本投手は功績が認められ、沢村賞も受賞します。しかし、20勝を達成し、投手5冠にも輝いた江川投手を差し置いての受賞に、各方面から疑問の声が投げかけられました。現在沢村賞は選考委員によって選出されていますが、当時は記者による投票制。家族の事故がありながらも開幕ダッシュに貢献した西本投手と、巨人が独走体制に入ってから成績を残した江川投手との差が評価を分けたと考えられています。また、いわゆる空白の一日騒動を起こし、マスコミに嫌われている江川投手から、夫人の看病をしながらチームに貢献した西本投手に票が流れたとも言われているのです。しかし、もともとストイックで一匹狼だったこともあり、
西本投手の沢村賞受賞に対して同僚からの祝福の声はほとんどありませんでした。さらには受賞を辞退しろというファンからの抗議も相次いだのです。チームの輪を乱すやつ。西本投手にはいつしかこのようなレッテルが貼られるようになりました。同僚の中畑清選手からは雑誌の対談企画で、自分を殺して他の連中の中に溶け込んでいけるような余裕を持ってほしいなと諭されています。中畑選手は西本投手の野球に対する考え方はみんなが見習うべきだとしつつも、人間関係になるとみんながもう一つ入っていけないという何か枠があるわけよ。プロだから一人でやりゃいいんだ、それは決して間違ってないけど、ただ一人では勝てないよと語っています。その後、連続二桁勝利が途切れた1986年頃から、一匹狼で孤立しがちな西本投手への批判記事が目立つようになりました。さらに、皆川睦夫投手コーチとの確執が表面化。球団批判により200万円の罰金が課せられ、1986年は7勝8敗と不振に終わります。翌87年は8勝8敗。1988年に至っては、わずか4勝にとどまりました。この頃、ライバル江川投手の電撃引退や、桑田真澄投手、牧原博美投手といった若手の台頭による登板数の減少などもあり、西本投手の心の火は消えかかっていました。そんな時、西本投手にトレードの話が舞い込みます。中日ドラゴンズの鴨川茂治投手、中尾隆義選手と西本投手との2対1のトレードでした。一瞬、移籍を拒否して引退という選択肢もよぎったという西本投手。しかし、巨人というチームへの愛着と未練があり、藤田監督に、来年は2桁勝つ自信があります、と残留を直談判します。しかし藤田監督は、今のチームには実力のあるキャッチャーが必要であること、過去にライバル球団間でこれだけの大型トレードがなかったことに触れ、球界の発展のためにも分かってくれ、と説得。こうして1988年12月、西本投手の中日への移籍が決定したのです。捨てられたエースの復活。僕は巨人から捨てられたわけですよ。藤田さんは僕の力を必要としなかったわけです。ところが、星野監督は評価してくれた。これから野球を続けていく上で、この時の気持ちを大切にしていきたい。中日への入団発表後のインタビューで西本投手はこのように語っています。当時中日の監督を務めていたのは、東証星野仙一監督。喧嘩野球と言われた中日のチームカラーに、反骨心の塊だった西本投手は、まさにぴったりだったのです。まだまだいけますよ。今年1年ずっと鍛えてきましたからね。2年ほど前は肘の調子も悪く、自信がなかったものの、今はベストの状態だとして、新天地での活躍に自信をにじませた西本投手。一度消えかけた心の火を再び灯したのは、巨人を見返すという新たな目標でした。こうして新たにガソリンを注入した西本投手は、新たなチームに溶け込むために、自らのスタイルを変える努力を始めます。ゴルフに誘われたら気分よく付き合い、巨人時代は全くやらなかった麻雀も覚えたのです。チームに入っていくためにどうしようか考えている時期に向こうから来てくれたんで助かった。チームメイトへの感謝をこのように語った西本投手。かつてチームの輪を乱すと言われた孤高のエースは、自分を変えることで新たな居場所をつかんでいきます。すると周囲にも変化が現れ、西本投手が登板した際、試合中のベンチでは、西さんを見殺しにするな、と若い選手たちが声を出すようになりました。こうして西本投手は移籍1年目の1989年、ローテーションの中心として投げ続けます。5連勝した7月には月間 MVP を受賞。最終的に対巨人戦の5勝を含む20勝を挙げ、最多勝を獲得し、カムバック賞にも選ばれたのです。見事に復活を遂げた西本投手は、翌年も11勝を挙げ、2年連続で2桁勝利を達成。しかし、1991年は、椎間板ヘルニアを発症してしまい、6試合の登板で、わずか2勝に終わってしまいます。
この時35歳。引退の二文字がちらつく中で、西本投手はロサンゼルスへ飛び、失敗したら車椅子生活になるというリスクの高い手術を受けて復帰を目指したのです。手術は成功したものの、翌1992年は1勝11敗を記録し、球団から戦力外通告を受けました。その後、巨人時代の先輩で、西本投手の理解者だった土井正造氏が監督を務めるオリックスブルーウェーブに移籍。先発で5勝を挙げたものの、オフの契約交渉が決裂して、再び自由契約となります。すると、西本投手は恩師の長嶋監督が指揮を取る古巣巨人の入団テストを受け入団。しかし、堀内恒夫投手コーチが復帰に猛反対したこともあり、一度も一軍での登板機会はなく、1994年10月13日に引退を表明。20年のプロ野球人生に幕を下ろしたのです。チームが最終戦まで優勝争いをしていた影響で、翌年1月のシーズンオフに引退試合が実施されました。かつてのライバルで親友の貞岡昌司氏が仲間を集めてチームを結成。そして西本投手を慕う桑田投手、山本正弘投手、中村武史選手、立浪和義選手などを集めた西本チームと対戦しました。この引退試合の始球式のために駆けつけた長嶋監督は、最終回に急遽代打として打席に。西本投手は多くの仲間や恩師に見守られながら引退の花道を飾ったのです。引退後は野球解説者や評論家として活動し、阪神、千葉ロッテ、オリックスでは投手コーチとして後進の指導に当たりました。周囲から理解されず、自ら道を切り開いていった孤高のエースは、己を知れ、自ら考えよという心情のもと、多くの選手の理解者となったのです。西本投手がもし中日に移籍をせず、巨人で現役を引退していたとしたら、その後、指導者の道を歩むことはなかったのかもしれません。巨人は嫌いだけど、西本は嫌いになれない。他球団のファンからこのような声が上がるほど、魅力にあふれていた西本隆投手。勝つことに対して並々ならぬ執念を燃やし、伝家の宝刀、シュートを駆使しながら多くの強打者を打ち取ってきたその姿は、プロ野球ファンの記憶の中に今でも強く残っているのです。